お仕事のメール見てるでしょ、やらなきゃ。なんか雑誌の仕事が来ましたよ、また。うん、全然読めない。ブレちゃん、おさわり。おさわりは？おさわり。おさわりして。おさわり。おさわりはファーク！よしって言ってないもん。はい、こちらのバームのモイスチャライジングオイルで少しお肌を柔らかくします。はい、こちらも新しく使い始めたスキンケアなんですけれども、ニューヨーク在住のエステティシャンの方と皮膚科医の方が共同で制作をしたスキンケアラインになります。で、私が使ってるのはシズカゲルっていうね、ゲル状のオールインワンのスキンケアになります。なんか最近美白ケアみたいな美白成分が入ってるものを使ってなくて、ちょっとお肌がくすんだりしてきたのが気になってこちらを使い始めました。こんな感じのゲル状になっています。これ1本で化粧水、乳液、美容液、クリーム、パックまでできるようなオールインワンのゲルになっています。こんな感じで結構ね、しっとり系のテクスチャーです。で、これ首までしっかり塗ってあげて大丈夫です。めちゃめちゃ潤うんですよね、これが。私結構肌弱いんですけど、なんかずっともう10代の時から使ってるスキンケアも皮膚科の先生が作ったっていうスキンケアラインで、これもニューヨークの有名な皮膚科医の先生が作ったっていうスキンケアラインだったので、ちょっと試してみたいなと思って最近使い始めました。これが36種類の美容成分がたっぷり入ってるんですけど、かなりね、美白系に特化したような成分がたっぷり入っていて、美白でね、有名なのってアルブチンなんですけど、アルブチンと独自で開発したバイオピュアブランっていうね、成分が入っているみたいです。これを使っていると結構ね、確かになんかトーンアップしたような気がするんですよね。なんか夏ぐらいに多分動画で何回か言ってたと思うんですけど、結構肌がくすんでる時が多くて、なんか黒くなったかなと思って、そこから気にしだしてちょっと美白のやつ探してたんですけど、これは結構いい感じです。朝のスキンケアはね、もう簡単に済ませたい人が多いと思うので、こういうなんかオールインワンのケアいいと思います。匂いはね、しないかな。無臭で、結構ね、肌に弱い人も使えるような処方になってて、海綿活性剤フリー、アルコールフリー、合成着色料フリー、シリコンフリー、パラベンフリー、合成香料フリー、鉱物油フリーっていうね、結構ね、無添加な成分になっているので、敏感肌でこう肌がすごい弱い人とか、私みたいに乾燥がめちゃくちゃひどい人とかは結構いいかもしれないですね。もうね、朝のスキンケアはこれでおしまいです。で、夜使うときはこちらを使います。これが綿状の保湿美容液になっていて、こんな感じの小さいボールが入っています。これ静かボールっていうボールなんですけど、かわいい
こんなちっちゃいの。これをね、ちょっと手のひらで広げていきます。これは夜のスペシャルケアになるんですけど、これを使うとかなり乾燥肌が改善されるっていうね、やつなんですよね。小じわとか乾燥をしっかりケアしてくれる感じです。それでこう混ぜていくとすぐね溶けてなくなっちゃってね、こんな感じ。これめちゃくちゃしっとりするんですよ。朝起きた時肌が全然違うからめっちゃ感動すると思う。もうね、なんか本当にゲル状なんだけど、すごいなんかパックしてるみたいな感じの保湿力ですね。なんかあんまりこういうテクスチャーのスキンケアって使ったことないんですけど、めちゃめちゃいいですね。かなり気に入りました。すごくない？この肌のツヤがすごいしっとりしてる。この見た目も可愛いよね。すごいパッケージもこだわっている感じがしてすごく好きです。混合肌の人とか、こう結構油が出ちゃうような肌質の人でもすごい使えるみたいですね。なんかスキンケアで悩んでる人いたらぜひチェックしてみてください。はい、ミラスタッチのね、このヘアクリップで髪の毛を留めていきます。はい、こちらのね、ドデカプロペトを塗ります。みんなびっくりする。これはリップクリームで使ってます。もうね、口がね、これ使わないともう皮が全部剥がれちゃうぐらいめっちゃ口の皮が薄いんですよね。クラちゃんの涙やけのとこ毎朝拭いてるんですけど、最近ちょっとホットタオルで温めてから拭くようにしてて、ホットタオルを作ります。クラちゃん今日出かけしないんだよ。中で寝てたの？眠いの？涙出ちゃってるから息しますよ。眠いね。かわいい。最近このバッグの中で寝てんだよね、いつも。気に入ってんな。今ね、ここら辺だけホットタオルしてます。温めてあります。クラちゃんちょっとおいで。眠いか、中でやる。なんか一回良くなったんだけどまた出てきちゃったね。でも今ちょっとトリミング前だから一番ちょっと出ちゃってる時かな。アレルギー検査は何のアレルギーもなくて、でこの涙管のところも前検査したけどそれも大丈夫だったから、ちょっとね、食べ物とかこういうホットタオルとかやるしかないかな。ブラシはね、これを使ってます。こうやってね、目やにがついちゃったね。顔周りはね、なんかこういうブラシの方がいいですね、危なくなくて。眠いんだね。かわいい。そう、これさ、これはパンドラケアのハンドソープとボディスクラブのサンプルです。こんな感じ。スクラブはね、クリームタイプで作ってて、もうこれめちゃくちゃいい出来で完璧です。でこっちもね、薬用のハンドソープでちゃんと除菌もできるやつを今作っています。容器もね、これで、全部真っ白になる予定なんですけど、形はこれにしようかなと思ってて、結構ね、やっと進んできました。お楽しみに。で今からちょっと朝ごはんを作りたいと思います。なんか旦那さんがさ、最近めっちゃダイエットしててさ、なんかこのプロテインとかさ、なんかよくわかんない、めっちゃあんだよね。イヌリン？なんかよくわかんない、本当に。なんかこんなのばっかり食べてて、もういつも鶏肉蒸したやつだけ入れてあって、それでサラダ作って食べて出かけちゃうみたいな感じですね。もうめっちゃダイエットに目覚めて毎日ジム行ってる。なんかサプリとかもめちゃくちゃあんのよ。
なんかこの MTC オイルっていうものすごいいいんだって。これはなんかミカも飲んだ方がいいよとか言って、私もねちょっとスープとかに入れたりしてるんだけどこんな感じ。はい、じゃあ今日は梅干しを使った簡単なさっぱりそうめんを作ろうと思います。そうめんやっぱりイボの糸みたいな、なんか違うおそうめんのすごい綺麗な盛り付けの仕方があるんですけど、本当はねこう糸で縛るんですけど、めんどくさいのでこのね止めてある紙のやつをこの一番下まで持ってきます。こんな状態にしてから茹でます。くらよいしょ。こっち側はくっつかないようにちょっとこう広げながら茹でて、ここはもうねくっついたままで大丈夫です。後でカットします。はい、オクラ2本、これはこのまま茹でます。ナスを、塩とちょっと塩入れます。ここにおナスと、はい、おそうめんのここの部分をカットします。そしてこれを2つ折りみたいな感じで乗せていきます。よいしょ。はい、メイクが完成しました。今日使ったリップは 3CE の909番になります。こんな感じでね結構赤が強めな感じの色ですね。本当はこれマットなんだけど、今下にグロス塗っちゃってたからこっちのエトボスのグロス塗ってたんですけど、なんかちょっとこうツヤっぽくなってますね。エトボスはシアースプラッシュオレンジっていうカラーになります。今日の予定が、夕方の6時から、YouTube の撮影があって、実はちょっと歌ってみた動画をねまたやるんですけれどもある人と一緒にやります。今日はそれの PV 撮影が6時からあって、で9時半、夜の9時半からレコーディングなんですよ。結構ね今日は夜にこう仕事が集中してるような感じなので、6時まではちょっと家でお仕事しようかなと思っています。はい、髪の毛ちゃんとストレートにしてきました、うん、ちょっとまだね出かけるまでに3時間ぐらいあるのでお仕事したいと思います。結構メールが毎日いっぱい来るからそれ返事したりとか、発売がもうちょっとであるのでそれの発売準備したりとかします。ちょっとね編集が上がってきてる動画とかチェックしたりとか、こっちから送る動画もずっとね何個か仕上げなきゃいけないのがあるので間に合わないか。3時間じゃ足りないね。はい、こんな感じで最近の私のモーニングルーティンでした。ちょっとねもう出かける時間になったので着替えてきました。これはねこういうなんかニットのキャミがドッキングされているマルクの新作のワンピースになります。かわいいでしょオフホワイトとこっちのカーキみたいなブラウンのカラーがあるんですけど、もう発売してるかな、発売中なのでもしよかったらチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。